ここに一風変わった家族があった。父ロイド・フォージャー、精神科医、正体スパイ、コードネーム黄昏。母ヨル・フォージャー、市役所職員、正体殺し屋、コードネーム茨姫。娘アーニャ・フォージャー、正体エスパー。入籍したのが試験の直前じゃ学校側に怪しまれるからな。店長の許可も下りたし、これで一安心です。ワクワク。父母娘、おのがりのため疑似家族を作った3人は互いの正体を隠しながら一つ屋根の下で暮らすこととなった。